はい皆さん毎度毎度はい宿毛矯正のお姉さん来たね自宅ねヘアカラーしてるセルフカラーしてるお客様だね、まあ、定期的に染めててね巻、まあま、もパンマだったら一番やりにくいタイプだねこういうお姉さんをねあのやっぱり癖が強いから、まあ、来るんだよね半年に1回ぐらいねこういう方をねしっかり宿毛矯正ね傷まないように伸ばすにはコツは何よって言われたらやっぱりね一番強い SH を使うことだね まあ一番強いね、強いを使うとね、痛むだろうとか言ってね、動画の内容的にはね、まあ、再数は伸びないと思うよね。<laughs> まあ、で、親父ね、親父はすぐ SH しか言わねえ、この親父のやってるお客さん、全部髪の毛ボロボロじゃねえのとか言ってね、だけど、SH でいかに髪の毛を痛ませないで、あの宿毛矯正かけるか、ここなんだよね、問題はね。 あの宿毛矯正を今までかけてきてね SH 使い方間違えてね髪の毛の毛先中間を、ね、うんと痛ましちゃったような美容師さんはねもう怖くて SH なんか使いませんとか言ってねまあ何やろうとね個人の自由、まあ、その人の自由だからね、まあ、癖が伸びる伸びないはもうそんなの知らないとこっちの責任じゃないからね一、まあ、あ回ね失敗して懲りた美容師さんはねでやっぱりなんとかしたくて 動画ね、SNS でいろいろ探すと思うんだよね。まあ、その時にね、酸性の宿毛強制剤を技術で伸ばすんだみたい、こういうテクニックでやれよとかなんとかっていうと、そっちにどうしてもね、フラッとね、吸い込まれるように入ってっちゃうんだよね。だけど、そんな酸性の宿毛強制剤なんかね、あんな30度ぐらいのです、ね、水道水でね、ゆで卵を作るみたいなね、ほんなのは無理。昔、ミルボンでグランフェだっけ VD の SH やたらとボリュームダウンしてまっすぐになるやつねあれでまっすぐにしすぎて失敗にしたっていう方はやっぱり SH に対する恐怖心ってなるかもしんないけど最近ネオリシオの SH はそこまで不自然にはにはまっすぐならないよねでも宣伝するわけじゃないけどネオリシオの SH はヘアカラー紋に対しても穏やかに強く効くっつの健康紋にも強く効くしね ななかなか完成されてるる気がするよねただヘアカラーもの人はよく濡らすってことだねあの,損傷の激しい部分はもうびっしゃり濡らす、まあ、そこそこかけたいとこは、まあ、ほどほど濡らしたり表面ウエットにしたりこの水の使い方だねこれで調整してでも根元はもうほぼほぼドライで塗ってったりねちょっとやばいなと思ったら表面ウェットにしたりねちょっと水の使い方っていうのがもう口で説明できないぐらいコツがあるけど。 まあ、特に問題なくねやっぱり一番強い SH でかけとくのが無難だよねでこちらの方は襟足の中の方後ろの方280一番今うちのお店で強いのがアリミドの280がちょっと不自然なくらいまっすぐになるかなちょっとねあの昔のグランフィンの SH に近い感じあのコテが効かなくなるんだよねコテで巻いてもなんかペロンと取りやすいんだよね ボリュームダウンすりゃいいだろうってんでねやっぱりもみれ毛とかあのちょっと内巻きにしたいような方に280使うと、まあ、ちょっと強すぎるかなっていうのがあるよねだけどお客様によったらねまっすぐでいいっていう人いるからねそういう人はもうどんどん280最近使っていっちゃうね癖の強い人ってねほんにちょっとでも髪の毛曲がるのに毛嫌いするからね でそういう人ってさまあ一回来てねで帰るときはまっすぐでも二度来ないからねあの美容師さんは分からないんだよね自分がうまいと思ってんだよねまあ自分もそうかもしれないけどね自分の昔も振り返るとねアイロンの温度160度出たって伸びてるもんとかねでアイロンに布かぶしてね <laughs> 靴下浴びて泣かしてねでちょっと温度を下げてねと毛先は確かに綺麗なんであれやるとね伸びてるもんってねべに SH つかなくたってまっすぐなってるもんみたいにね その日は伸びてんのよで一回シャンプーすると取れちゃうんだよねそれってわからないんだよね美容師さんがねまあ宿毛矯正ねまあ SNS なんか見ると痛まない宿毛矯正とか酸性とかヘッタクレとかなんとかってあるけど宿毛矯正はね危険なことをしないとねしっかり伸びない強い薬アイロンはもう温度は最強とにかく2秒間挟んで動かさないしかもなるできる限りやけどするギリギリまで根元までアイロン押し込む <laughs> ああこのぐらいのことやんなかったら本当にに縦に語らわないよね競争の世界と一緒だよね車のレースと一緒だよねもう技術の移を集めて勝負するじゃないけどねほんでもって妥協してるよじゃもう勝てないよね。はいお疲れ様でした やっぱあのヘアカラーもに、ね、SH 使ってるからね後ろは結構ね、まあ、染める回数も少ないから20分ぐらい置いちゃっていいんだよねでやっぱりトップの辺りこの辺はもう毎月染めてるからねでやっぱり塗り幅も5 6センチ、1 0 c m 幅ぐらいで塗っていくかな薄めてやっぱこまめにテストして様子見てないとなんかやっぱね SH は危険な薬だからねやっぱよく何かチェックしてね様子見てね やばいと思ったらすぐ洗わないとね。<laughs> はい、お疲れ様でした。